そうだね。エンジがそう思ったなら、それがエンジの世界。エンジは、これで幸せになれる？エンジが、それでしか幸せになれないと信じたなら、もうそれしかない。カゴの中にいる青い鳥を、そうだと認められないなら、どこまでも探しに行かざるを得ない。ウリュウ、マリアとエンジはもう、絶好なの？絶好なんかじゃないよ。エンジがそれを求めたからそうしただけ。私たち魔女は、時に迫害を受けるけれども、でも、常にみんなの身近にある。そして、きっとその助けを求められる。エンジも、また僕たちと遊んでくれる日が来るよ。来ないで、そのまま忘れてしまうこともあるかもしれない。人の世ではそれを、成長や決別と呼ぶから。でも、